で、まあさ、ホテルのさ、チェックアウトが、だいたい11時とかじゃん。ってことはさ、朝ごはん、朝食付きのやつとかだったらもうだいたい9時とかに起きないといけないから、眠っと思いながら、なんちゃらかんちゃらエッグ、何だったっけ、ベネディクと、エッグベネディクト食べに行って、よくわかんなかった。初めてのエッグベネディクトで、これはうまいんだろうか、まずくはないけどうまいんだろうかみたいな、よくわかんない味がした。スイちゃん舌がちょっとジャンキーだからさ。エッグベネディクトかおしゃれなの食べてるね。そう、おしゃれすぎてさ、わかんなくてさ、本日の朝食はエッグベネディクトかフレンチトーストかお選びいただきます。フレンチトーストの方が美味しそうだったんだけど、なんか砂糖がめっちゃまぶしてあって、スイちゃん甘いのあんま好きじゃないから、じゃあエッグベネディクトにしようかな。すいません、エッグベネディクトって何ですかって聞いたら、エッグベネディクトは温泉卵みたいなものでございまして、こちらが置いてあって、その下に、なんかパンに近しいものと、あとほうれん草やトマトなどが置いてあります。あと付け合わせにハッシュドポテトやパスタなどが置いてありますなど。温泉卵、あ、じゃあそれでみたいな。ようわかんなかったよ。まあ、でも温泉卵だった。切ってみたらとろーって卵の黄身がね溢れ出してくるような感じのやつで、なんかこれね温泉卵加減にムラがあって、会長のコーチのそのエッグベネディクトはなんかとろーって出てこなかった。熟してた、あの卵はちょっと熟してたね。で、スイちゃんは片方を熟してて、もう片方は、熟してなかった。ドローって出てきた。よ。ほうれん草食べれてんの？あ、食べれないから、抜いてもらった、ほうれん草は。さよなら、っつって、ごめんなさい、っつって。ほうれん草は抜いてもらった。難しいのよね、ポーチドエッグ。ポーチドエッグ。スイちゃんってそうめんと冷やし中華どっちを食べることが多い。どっちもあまり好きじゃないんだけど、冷やし中華の方がさ、なんか、野菜とか乗っかりがちだから、そうめんの方が食べるかもしれん。そうめんより蕎麦が好き。蕎麦よりうどんが好き。うどんよりラーメンが好き。